はい、動画マーケターの亮太です。今日はですね、竹田くん、やっちゃいますよ。動画編集をやるなら絶対に買うべきアイテム5選話しています。はい、気になりますね。はい、でなんでこれをね、改めてやろうと思ったかと言いますと、昨今ね、動画編集ブームの熱量半端じゃない。動画編集やりたい、動画編集始めたい、副業としてやりたい、シンプルに動画編集を学びたい、もういろんな人がどんどん出てきてると。 YouTube とか TikTok のいろんなプラットフォーム出てきて、動画編集者の需要も参入する人も半端じゃない量増えてると。だけど結構いろんな人が取り扱うのが、動画編集やるときに何準備したいですかとか、動画編集やりたくてパソコン買ったんだけど、その他に何揃えたらいいかわからないとかね。あとは本当にパソコン買ったけど結局ね、やらないままなかなか時間が過ぎちゃってて何も手をつけられないままみたいな人の問い合わせ結構来るんだよ。なので、まあ、そんな人たちのためにね、このアイテム揃えたら何の問題もなく順序よく動画編集が進みますよっていうね、動画編集をやる上での必須アイテム今日話します。この動画ね、最後まで見ないとね、動画編集始めようと思ったけど、結局何も始められないまま時間が過ぎ去ってしまってね、気がついたらおじいちゃんおばあちゃんになってると、そんなことになる可能性がありますということでね、ぜひ話していければと思うんですけど、この動画初めて見る方もいると思うんで、改めて自己紹介しますと、私、亮太と言いまして、動画編集の受託の会社ですね、を今2社やっております。まあ、月の売上が大体800万から900万くらい推移してて、まあ、4月の着地だと大体1000万くらいになるんじゃないかなと。見込みです。 YouTube 登録70万人のね、利用されたり、川島さんって方と一緒に会社やったりとか、 YouTube とか TikTok を使った動画に関する、まあ、マーケティングの授業いろいろやってるというところで、いろんな動画編集者さんに関わってきましたし、自分自身も死ぬほど動画編集してきましたし、まあ、おそらくね、この動画を見てる方よりもですね、相当動画にかかる情報が多いという、その私がですね、まず動画編集を副業レベルで始めるときに何を揃えたらいいのかっていうのをね、解説していきます。なのでこの動画最後まで見てもらえたらですね、動画編集やるためには何を揃えたらいいんだろう、どういうことをしたらいいんだろうっていうのがしっかり分かったりとか、動画編集を始めたいけどなかなか足が踏み出せないっていう人にとってね、足が出るような情報を届けられると思うんで、ぜひね、今回の動画最後まで見逃さないようにしてください。まず早速いきましょうか。1つ目、有線イヤホンです。これなんでか分かる？有線、いや分かんないです。僕無線で、はいだねはいだねです。はいだねです。はいだねです。動画編集者をやる上でね、イヤホンってのは欠かせないわけですよ。細かい音聞いたりとか、これちょっとうるさくないかなとかって判断するのにイヤホンが必要なわけですよね。無線でもいいんじゃないのと思ったかもしれません、そこのあなた。いいんだけど、微妙に音がずれたりするの、無線って。なんで、有線イヤホンの方が、音が出るタイミングと動画のタイミングとかが結構見やすかったりとか、分かりやすかったりするっていうふうに言われてるんで、基本、無線イヤホンよりも有線イヤホンの方が確実だよねって言われてます。動画編集をやる上でめっちゃ重視してほしいのが、音って結構ストレスなんだよね。微妙に音が小さいとか、と思ったら急にでかいって。で、効果は死ぬほどでかい。どうなんでこんなでかいの時あるじゃん。そういう時になってしまうと結構ストレスが溜まるし、要はいい動画が作れない動画編集者になってしまうわけなんで、なのでこのイヤホンはね、しっかりといいものを買った方がいいんじゃないかなっていうふうに僕は思ってますし、さっきの話でいくと、まあ、有線のイヤホンね、しっかりもろもろ確認できるとなおいいんじゃないかなというところで、まず最初に必要なのは有線イヤホンですね。パソコンとかね、いろんなものがあるっていう前提で話しますよ。はい、次に動画編集を買う絶対に必要なアイテム2つ目、外付け SSD です。動画編集者ってね、いろんな素材いろんなところから受け取りますと、めちゃめちゃ重いデータを受け取ることもあればね、まあ、スマホで撮った軽いデータを受け取ることもある。だけど基本的にね、パソコンいろいろ使ってるけど、もうパソコンの中がパンパンになってくるわけですよ。優秀な動画編集者であればあるほどいろんな仕事を受けることになるんで、どんどん素材が送られてきてパソコンが溜まってしまうと、パソコンの動きって重くなる。なので外付け SSD だったりとか使って、その素材の移動だったりとか、終わったやつを消したりとかね、パソコンの中では消すけどうまくその SSD に保存したりとかっていうのをしっかりとやっていかないなので、外付け SSD はもうマストのアイテムと言っても過言じゃない。なんで使った素材をね、編集終わったらすぐ消してどのこうのしてるって人がいたらね、絶対に1回は外付けのね SSD とかでうまくね、こう保存しておけるような状態だったりとか、ドライブに上げるとかいろんな方法あるんだけど、まあ、そこでね、しっかりとこの案件に対するその素材の保存管理とかをね、できるようにしたい、パソコンの中をなるべく圧迫しないようにしたいっていうのがめちゃくちゃ重要だね。まあ、ちなみに、まあ、外付け SSD と HDD、この違いわかる？確かに今言われるとあんまりわかんないですね。これちょっと説明していきましょう。はい、基本的に SSD と HDD、どっちの方が高いかっていうと SSD なんだよね。これ高いんだけど、SSD の方からパソコンと繋ぎますと、素材をこう移してったりとか、もろもろやる行為の速度がめっちゃ速いんだよ。だから動画をそれこそ移したりなんだりする作業の手間が速くなるから、うん、HDD よりも SSD の方が早く作業が進むよねっていうのがまず1個。で、もう1個は SSD の方が頑丈。SSD とかってさ、めちゃめちゃ重要なデータがこれ入ってたりするわけよね。はい、機密情報だったりとかも含めてそうだけど、もしこれを落としてしまって反応しなくなってしまったなんてことになったらさ、ゾッとしない？最悪です。めっちゃ重要な素材そこに入ってました。はい、もう終わりよね。なので、まあ、そういう風にならないように俺は SSD の方がおすすめしているって感じだね。仕事を効率的にやるっていう意味でも SSD をおすすめします。はい、次じゃあ3つ目、ディスプレイです。ディスプレイ、はい、これ先ほど言うもね、前までは使ってたと思うけど、これね、なんで必要かっていうと、基本ね、ノートパソコンでこれ仕事しますよという風になるんだけど、基本外でさ、例えば仕事する場合ね、動画編集って細かい作業じゃん。なので画面が大きいに越したことはないって思ってるんだよね。
なんでなるべく見やすい画面環境であることの方が適切だし、ディスプレイを使ってるとね、でも画面も大きいし、こっちにね必要なプレミアプロの画面を置きながら、こっちにはまた別のねものを映ることができるとか、まあ効率化がすごい図れるよね。動画編集者にとって効率化ってめちゃくちゃ重要で、これなんでかっていうとさ、動画編集ってこれからここまで働いてくれたらいくらじゃないの。この案件をねなるべく早く終わらせられれば、これは時給が上がっていくわけね。なのでいかに効率化して自分の編集のスピードを上げるかっていうのはめっちゃ重要なわけ。ってなってくると、いかに作業スペースがいい環境で速度早くね進められるかっていうのは動画編集者にとってめっちゃ重要なんだよ。なんでディスプレイをしっかり置いて見やすい環境でやってあげるのはめちゃくちゃ重要ってことね。これねノートパソコンでもできるからいいやと思ってる人いるかもしれない。だけどさっき話したように、自分の作業スピードが速くなればなるほどね得しかないから、ここね見逃しちゃってる人多い。それで編集がなかなか終わらなくてとかさ、今ちょっと仕事受けられないですとかっていうロスが発生するとめっちゃもったいないじゃん。なんでそこはねマジで意識した方がいい。ちなみにねモニターとかディスプレイの購入時のねポイント、大体23から27インチぐらいが、まあ、ちょうどいい大きさなんじゃないっていうふうに言われてる。あとはねカラーマネジメント機能付きのねモニター、安いモニターとかだと iPhone とかさパソコンで見る時の色合いと変わっちゃったりするんだよね。こっちとしてはちゃんとした色合いで出してるつもりなんだけど、向こうでね YouTube にアップロードした後だとなんか変なこう色合いになっちゃってるみたいなことのケースがあったりするから、なんでそういった意味でもある程度高いものを買ってちゃんとしたね環境で見れるっていうのが大事で、あとはドッキングセッションを絶対に買った方がいい。これに関してはね次のテーマで話していきますんで、4つ目がこのドッキングステーションなわけだね。これも絶対に買った方が良くて、これなんでかっていうと、モニターにねパソコンをこう繋いだりとか、あとはさっきも言ったように SSD に繋いだりとか、いろいろな差し込んだりすることがあるわけよね。撮影とかしだしたらさ、このデータの移行とかそれをギガファイルで送るとかっていう作業もあるから、なるべくいろいろ接続して一気に進めたいっていうのが結構あったりするんだよね。なのでこのドッキングステーションがあると、要はいろんなものをしっかりとパソコンに繋いだ状態でいろいろ同時並行で進めることができると。だからこれもさっき言ったように作業効率化になるってことだね。まあ、ここねしっかり準備しておいて、よりね効率化を図れるとめちゃくちゃいいってところなんで、これもしっかりと準備しておくようにしてください。動画編集者が買うべき、この5つ目、ノート PC スタンド。これ何回も言うけど、効率化が大事じゃない。いかに早い環境、いかにいい環境で自分の労働時間を減らせるかっていうのが、とにかく大事なんだよね。正直、ずーっと動画編集とかやってると、肩が張ってきてね、集中しづらいとかいろいろ起こるし、作業しづらい環境になってしまうと、すごく良くないの、動画編集者っていうのは。いかに効率的に自分の作業をね、やるかとか、いかにその周りの周辺環境を整えるかっていうのは、めちゃくちゃ重要なんだよ。だからこそ、こういったね、ノート PC のスタンドを置いてあげると、ちょっと目線が高くなって仕事がしやすくなる。このちょっとの変化が、この膨大にやる時間がね、あることによってやっぱ変わってくるわけだから、そういったところ意識できる人がやっぱどん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 効率のいい仕事ができるようになって、どん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 ねいろんな能力も上がってって、クライアントから信頼されたりとか、いろんな仕事を受けられるようになったりとかね、今まで10時間かかったものが5時間でできるようになって、それによっていろんな仕事を受けられるようになったとかね、いう風な展開になってくるわけですから、この辺の周辺環境を整えるのがめちゃくちゃ重要ですというところですね。最後にもう一個教えておきましょう。動画編集者にとって絶対マストなアイテム、僕しか言ってません多分動画編集者の中で。これねサウナですね。サウナ、サウナめちゃくちゃ重要。これなんでかわかる？脳がスッキリするみたいな感じですかね。サウナ何がいいってかって言ってさ、もうずーっとパソコンかスマホをずっといじってるわけよ。知らず知らずのうちに疲れてくるし、デジタルデバイスから離れなきゃいけない瞬間ってやっぱ出てくるわけよ。なんで僕はそういう時に行くのがサウナだね。一気にいろんな仕事が同時並行で進んだりするじゃん。そうするともうこんがらがってきてね、本当は簡単なタスクなんだけど、それがすごい複雑化して大変なのかもしれないと思っちゃう時とかあるわけ。そうなってしまった時とかにサウナに入ってあげて、頭の中をスッキリさせてあげるとか、リフレッシュすることによって一気にその後の作業効率が上がったりする。動画編集はサウナに行きましょう。絶対に。これ超おすすめ。僕はそのおかげで今のキャリアまで行けたと言っても過言じゃない。今までの中で一番サウナが大事ですね。うん、そうでしょ。だって熱のこもり方違うの分かるでしょ。違います。これがね、大事なの。サウナのメディアやろうかな。サウナチャンネル。今までで一番熱こもってますね。ってくらい僕はサウナをね、愛してますし、まあ、都内のいろんなサウナですね、出没してるんで、まあ、ぜひね、見かけた方がいたら声かけてほしいなと思うんですけど、で、結論ね、何度も言ってますが、周辺環境を整えたりとかね、自分の体のコンディショニングを整えたりするのは、何が言いたいかっていうと、動画編集者は何度も言うように、いかにね、時短できるかだったり、自分のこの作業パフォーマンスを上げるかがめちゃくちゃ重要なわけ。なんでかというと、1万円の案件もらいました。これに10時間時間かかってますってなったら、時給いくら ?1000 円ですね。1000円でしょ、はい、だけど、これを5時間でこなせるってなったら2000円ですね。2000円だよ、はい、これ時給2倍ってことはどういうことか分かる？もう一個同じ案件をやってるのと同じってことなんだよ。今まで10時間かかったものが5時間になるっていうのは、今までかかってた時間の中で売り上げを2倍できるわけよね、うん、なので自分がかかってる労力、コスト、いかにこれを短縮するかっていうのがめちゃくちゃ重要になるし、それがイコール自分の時給につながるというわけなんで、本当にね、このアイテム周りを整えるとか、その椅子を変えるとかもそうかもしれないし、作業環境を変えるとかもそうかもしれないけど、めちゃくちゃ重要なわけ。普通の仕事とは違って、その辺がめっちゃ大事。今日話した内容も含めてね、その他にもいっぱいね、いろんな効率化のアイテムとか、自分の環境を良くするものがあると思うんで、そういうものはどんどん投資してね、動画編集にチャレンジしてもらえるといいんじゃないかなと
思います。ということで今回はね、動画編集をやるなら絶対に買うべきアイテム5000円ということね。まあ最後ね6000円だね、サウナ入ったんで。ということでね、今回の動画ね勉強になったらとか、動画編集やるときこういうの揃えたらいいのかと思った方はですね、ぜひチャンネル登録高評価してもらって、またねこれから動画編集始めたい、動画編集者として頑張りたいと思った方はね、こちらのね概要欄の公式に登録していただきますと、いろんな特典を受け取ることができます。まあこれ全部ですね、これ無料です。無料でこれを受け取ることができるので、ぜひね概要欄の公式から一番上にあるんでね、登録すぐ終わりますんでね、登録してみてください。ということでね、今回も力説しましたが、ちょっと僕はこのサウナ行ってきます。サウナ行くんですか？はい、まあ、ということでね、ぜひね今回の動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価忘れずにしてください。それでは。